バイエルはドイツのノルトベストファーレン州レイバー空前日本部を置く化学工業及び製薬会社アスピリンやヘロインなどを送り出した世界的な薬品メーカーである。フリードリヒ・バイエル及び共同経営者ヨハン・フリードリヒ・ベスコットが1863年にドイツで創業。最初の主要な製品はアスピリンであった。これは民間療法で 解熱鎮痛薬として用いられていた柳の樹皮から抽出した有効成分サリチル酸を副作用の少ない形にしたものである。1899年にバイエルの商標アスピリンはバイエルのブランドとして世界的に登録されたが混合物のすべてのブランドを記述するために至るところで広く使われバイエルの商標保護が失敗してアスピリンという言葉は アメリカが衆国内の商標身分を失うこととなった。これは現在薬のすべてのブランドとして幅広く使用されている。しかし、カナダなどいくつかの他の国では今まで同り商標として登録されている。1942年に Y を両方で共有する言葉とし、横文字、ベイヤーが縦文字、ベイヤーと交差する言葉からなる自社の会社ロゴをバイエルクロスとして導入。 バイエルは、バスフ、ヘキストなどの科学企業と共に第一次世界大戦後、フランクフルトアムマインを本拠地として1925年に出現したドイツの科学産業の複合企業、IG ファルベンの一員となった。第二次世界大戦後、連合国はナチスドイツによるいくつかの戦争犯罪に関係した IG ファルベンを解体したが、バイエルは単体でビジネスを再開した。 2015年、高機能ポリマー材料を製造する、マテリアルサイエンス部門を分離し、カラバーション、インベスト、ストロングの産号を合わせた新しいブランド、コベストロとして独立させた。2016年9月、遺伝子組み換え種子の世界最大手、モンサントを買収する計画で、モンサントの合意を得て、2018年6月に、買収が完了した。買収にあたり、 グルホシネートとその体制主使がバスフに異常とされた。サッカーブンデスリーガのバイエルレバー空前は、もともとバイエルの従業員が設立したチームであり、スポーツクラブを経て、分離独立したチームになった現在でも当社が、メインスポンサーを務めている。バイエル薬品は、大阪市北区のブリーゼタワーに本社がある。滋賀県高架市に工場がある。 もともと同社が吉富製薬と長く関係を持っていたこともあり、また他には同社と同じくドイツの製薬企業であるシェーリングも関西に日本オフィスとして日本シェーリングを置いていた。京都府相良郡木津町の関西文化学術研究都市に研究所を置いていたが2005年にロート製薬に売却した。二千十八年にモンサントを買収したバイエルはモンサントが製造してきた。 ラウンドアップの発言性をめぐるアメリカ国内の訴訟を引き継ぐこととなった。バイエルは2020年6月までに最大109億ドルを支払うことで責任も不正行為も認めずにラウンドアップ絡みの大半の案件との間で和解を成立させた。ありがとうございます。